はよう。で、またこっち。まず。上から。オッケその場で、まず切り替えないでしょ。おい、さっきより全然いい。いいじゃん、できた。パンパン、パンパン。早くね、これできたら。やっばい、めちゃくちゃ暑いな今日。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。この弁当は、チームメイトもみんな買いに行くお弁当屋さんです。まあ、サクッと、ジムやっていきます。よし。
今から行きつけの病院に行ってきます。はい、到着しました。はい、いい感じに切ってもらいました。帰ります。帰ってきました。夜は結構あれですね、比較的に涼しくなってきましたね。だいぶ。いただきます。今日はすき家です。あのクラブハウスのご飯が今日ないので、今日はすき家でニンニクミックス牛丼みたいのを買ってみました。今日かなり走ったし、トレーニングもやったので相当カロリーを消費しましたので、今日はちょっとハイカロリーなものを食べたいと思います。結構辛いなこれ。ニンニク、辛いなこれ。めちゃくちゃ動いた日とかはこういったなんか丼系食べたり、カロリーの高いものを食べてます。じゃないと体重がすぐ減っちゃうんでね。体重を減らさないために平日とかは1日5食ぐらい食べてます。やっぱ夏なんかは体重がすぐ減っちゃうんで、それぐらい食べないと。あと水分もめちゃくちゃ飲んでます。はい、おい、カモン、カモン、よっしゃ、オッケー。ちょっと体重減ってたので寝る前プロテイン飲みます。
明日は、まあ、7時半ぐらいに起きてご飯食べて、また午前中軽くトレーニングしてっていう感じですね。はい、今日もめちゃくちゃ充実した一日でした。よし、寝ますか。今回もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。